野崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、よくね野村さんが言ってましたけど、うん、はい、キャッチャーの監督が一番いいっていう、うん、で外野は何も考えてないからダメやみたいな感じで野村さんよく言ってましたけど、はい、キャッチャーの監督は歴代そんなに優勝してんのかっていう。あ、確かになんか優勝監督ってどこのポジションが多いのかってちょっと気になりますよね。そうだから全部調べて、はい、今ね30分ぐらいかけて1950年から2020年まで、はい、だから70年間の優勝監督を調べて、はい、どのポジションが一番優勝してんのかっていうのを調べました、はい、気になりますね。気になるでしょ、はい、もう1950年松竹、うん、はい、小西監督、はい、あの選手経験なしです。うーん、まあ、一番最初はね、はい、だってそれはない人もいるでしょうね、はい、だって昔がなかったんですからね、はい、で、それはそうですね、51年巨人水原監督、うん、サードです、はい、で3連覇、うん、で54年中日天地監督、はい、キャッチャ ー、 うーん、思うキャッチャー来ました、はい、で55年56年57年58年59年と5連覇巨人水原さん、はい、で60年太陽三原監督、はい、セカンドです。うん、で61年、はい、巨人川上哲治さんファースト、うん、ピッチャーもやってましたけど、はい、主にファーストですから、うん、これをファースト、内野がこれね、守備位置はもう佐々木チャンネル独自に調べてもう決めつけました、はい、そのポジションに内野の人結構動いてますからね、はい、で62年阪神藤本さん監督、うん、はい、ピッチャーで、ここから63年巨人、64年阪神で65年から9連覇です、はい、川上哲太さんが、うん、74年中日与那嶺監督、はい、初めての外野手です。あ、ここで監督が、はい、で75年広島小葉さん、小葉監督はショート、はい、で、76年巨人、77年巨人ミスター長嶋監督、はい、サード、うん、78年ヤクルト広岡監督、はい、ショート、うん、で80年は広島小葉監督、はい、で81年巨人藤田監督、うん、ピッチャー、うん、で82年中日近藤監督ピッチャー、うん、で83年巨人藤本監督、84年広島小葉さん、85年阪神吉田さん、うん、で吉田さんがショート、はい、で86年広島阿南さんが、うん、サード、87年巨人王さん、うん、ファーストで、88年中日星野さんピッチャー、はい、で89、90巨人藤田さんピッチャー、で81年広島山本監督外野、はい、で92、93ヤクルト野村監督キャッチャー、うん、やっと、あ、あれでも今とまだ2人ですね、久しぶり、はい、キャッチャー久しぶりです、うん、で94年巨人長嶋さん、はい、で95年ヤクルト野村さん、96年巨人長嶋さん、97年ヤクルト野村さんで、98年横浜近藤さんピッチャー、うん、はい、で99年中日星野さんピッチャー、2000年巨人長嶋さんサード、2001年ヤクルト若松さん外野、うん、で2年巨人原さんサード、で阪神星野さんピッチャー、うん、で中日落合さんサード、うん、で阪神岡田さんセカンド、中日落合さんサード、うん、で巨人3連覇で原さんサード、で中日2連覇で落合さんサード、うん、で巨人原さん3連覇でサード、うん、でヤクルト真中さん外野、でここから広島小笠さん外野、で巨人原さんでサードです、はい、うん、あれキャッチャー2人でした。結果ね、うん、ピッチャー5人、はい、キャッチャー2人です。天地さんと野村さんだけです、はい、内野12人、うん、で打ち上げで言うとファースト2人、サード5人、うん、セカンド3人、ショート3人。おお、じゃあセリーグで言うと、で外野が5人、うん、だからセリーグで言うとピッチャーと外野とサードです。そうですね、監督が、うん、優勝監督が外野がやっぱ圧倒的に多いですね。そうそう、これは数とかじゃなくて、だから何回優勝してもその人は1として計算、うん、そうですねってなった時に、はい、キャッチャー2人です。はい、名称、うん、だから一番少ない、少ないですね、はい、いやでも感覚的にノムさんが言うこともなんか分かる気がするんですよ。キャッチャーが一番よくこう試合見てるとか言うじゃないですか、うん、考えてるから。はい、まだセリーグだから。あ、そうかそうか、パリーグいいんじゃない、パリーグ見ましょう、うん、じゃあ袴田さん、はい、パリーグじゃあちょっと待ってくださいね、はい、1950年から昔から遡るからね、はい、じゃあ私ポジション言うんで、はい、はい、毎日湯浅監督投手、今日でここで何回3連覇、矢本監督、これが鶴岡さんって言うと同一人物なんですね。あ、そうです、鶴岡さんですね、はい、はい、で、セカンドです、はい、一応いろいろできるんですけど、はいはい、セカンドベストナイン取ってますね。で54年西鉄水原さん、あ、じゃあ三原さん、54年近鉄三原さんセカンドで、55年南海
で山本監督、鶴岡監督ですね、はいはい、で56から58まで三原さん、はい、で59年鶴岡さん、うん、で60年大前西本さんファーストです。で61年南海鶴岡さん、62年東映水原さん、あ東映三原さん、うん、で63年西鉄中西さん、サード、はい、64年65年は66年南海3連覇で鶴岡さん、うん、で67年から阪急3連覇で西本さん、はい、で70年、同じ方がやっぱ多いな、ロッテ農人さんショート、はい、で71年阪急、72年阪急西本さん、はい、で73年南海野村さん、野村さんキャッチャーですね、うん、で74年ロッテ金田さん投手で、75年から78年まで阪急3連覇上田さん、うん、保守ですね、はい、うん、で79年近鉄西本さんで、80年も近鉄西本さん、うん、81年日本ハム大沢さん外野で、83年が西武広岡さんショート、で84年阪急上田さん、85年西武広岡さんで、86年から3連覇西武森さん、あキャッチャーですね、はい、で89年近鉄大木さん、はい、で大木さんがセカンドで、1990年から94年まで5連覇で西武森さんで、85、86がオリックス2連覇大木さん、はい、で97、98が2連覇で西武東尾さん、はい、投手で99年、2000年が大栄2連覇で王さん、ファーストで、2001年近鉄梨田さん、梨田さんキャッチャーですね、で2002年優勝西武井原さんがサードです、はい、で2003年大栄王さん、うん、で4年西武伊藤さん、伊藤勤さん保守、はい、はい、で2005年ロッテバレンタイン、はい、ショート、で2006、2007年日本ハム蛭間セカンド、で2008年西武渡辺久信さんピッチャー、で9年日本ハム梨田さんキャッチャー、で10年11年2連覇でソフトバンク秋山さん外野ですね、で12年日本ハム栗山さん、あーこれ外野ですね、はい、はい、で、2013年楽天星野さんピッチャーです。14、15がソフトバンク2連覇で秋山さんと工藤さん、はい、で工藤さんピッチャー、はい、で16年日本ハム栗山さん、うん、で17年ソフトバンク工藤さん、はい、で18、19西武2連覇で辻さんセカンドですね、でソフトバンク工藤さん、はい、おキャッチャー、まあセリーグよりはいましたよね、打ち上げ的にピッチャーが6人、うん、でキャッチャーが5人、5人で内野が12人で外野が3人、セパで合わせるとピッチャーが11人、はい、でキャッチャーが7人、うん、で内野が24人おで外野が8人、内野が圧倒的じゃないですか、そうっすね、うん、キャッチャー一番少ないですね、あ一番少ないですか、7人ですもん、あー本当だ、本当ですね、じゃああれっすね、はい、キャッチャー名称じゃないっすね、うん、俺も名称じゃないよそういうことですか、だって一番少ないよ、まあまあ、でもあ 70年の歴史上、はい、キャッチャーの監督がリーグ優勝したことあるのが一番少ないんだよ、うん、そうですね、いやでもあれじゃないですか、んあのキャッチャーってポジションの中では少ないじゃないですか、でも12球団しかいないからね、まあそうですね、もう分子一緒よ、だから多くても少なくても、はい、結局12個しかないから、はい、そこにキャッチャーが選ばれないっていうことでもう名称じゃなくなってるじゃん、うん、あ、まあ確かにそうですね、うん、うん、あれ？え、じゃあ何ですか、内野がなりやすいんですか、名称はどこですかね、ファースト4人、セカンドが8人、こっち3人だから、はい、でサードが7人、ショートが6人、じゃあさあどこが一番多いですか、セカンド、いや内野手でいうとセカンド一番多いね、そうです、ね、8人だ、8人、うん、サードも7人、うん、おーえ、セカンド、サードが、セカンド、サードだね、名称説ですか、そうだね、いやでもか、ピッチャー、はい、まあ、ピッチャーも多いですよね、うん、うん、監督だって11人だもん、まあ、確かにそうですね、うん、あ、しかもよ、はい、広岡さん、ノムさん、王さん、星野さんは、はい、被りであるから、あー要は、はい、1減らさなきゃいけないんだよ、あ、そうだ、減らさないんだ、キャッチャーは、はい、だからキャッチャーだから何人になるんですか、6人、おーキャッチャー6人だから内野が2人減る、王さんと広岡さん、はい、でキャッチャー1人減ってピッチャー1人減る、あそうですね、セパ両方で監督されてる方です、ね、そうそう、だからピッチャーはだから10人、うん、キャッチャー6人内野20人、うん、外野8人、はい、まあ、それだからまあそれでも変わんない、内野多いですね、6人だよ、キャッチャー6人、天地さん、野村さんで伊藤さん、うん、で梨田さん、
それと森さん、はい、で上田さん、はい、だけ。そうですね、6人、うん、6人しかいないんですね。だから今日の結論で言うと、はい、そんなにキャッチャー名称じゃないかもわかんないですよ。数で言うと、数だけの内容とか、はい、中とかは度外視ですよ。そうですね、分かんないからね、うん、そんな昔に帰ってもわかんないから、はい、度外視で、チームの戦力上ね、うん、そっちここのここでチームだったらいいでしょうとか、それはチームの都合上で勝てる勝てないあるからね、はい、でもそれをフラットにして、うん、ポジション別に考えたら、うん、あのキャッチャー一番少ないです。そうですね。だから優勝してない球団の中にはキャッチャーの監督もいるかもしれないですけど、優勝できてないで、ね、できてないんでね。だから、うん、名称じゃないです、内野です。内野ですね、うん、内野で、うん、でまあセカンドが1人減って、はい、でファースト1人減るから、またサードとセカンドがじゃあ一緒の人数ぐらいですか。そうだね。あ、三原さんもかぶってるね、セバで。あ、かぶってます。三原さんそっちいましたね。あ、いますね、うん、あ、だから1個減るね、セカンドも。ってことはサードが1個減るんじゃないですか。サードだね、サードだ、うん、一番名称サードです。サードですね、うん、このチャンネルだ。サードがこのサザキチャンネルの名称はもうサードが外野、あ、じゃあサードがピッチャー、はい、サードがピッチャーが名称です。そうですね、うん、だから言ったらこうセパ両方で優勝させてるっていうのはまあすごいですね。で俺は星野さんが一番名称って言ってるの、3球団で優勝 してるから。あ、確かに、球、あ、そうそうですね、あと西本さんとか、うん、やっぱ3球団以上はやっぱすごいなと思う。だからよ、やっぱまあサザキチャンネルの、はい、まあ、一つの答えとしては、はい、名称はピッチャーかサードです。そうですね、まあ、圧倒的にはちょっとセカンドとかサードとか内野が多いですね、うんうん、キャッチャーは少ないです、一番ポジションでいうと。う、ね、残念ながらね、まあ、外野も少ないといえばちょっと少ないですけど、でもキャッチャーより多いから、キャッチャーより多いですね、うんうん、で、うん、もう一つ気になったのが、はい、高卒大卒社会人で、うん、どこが一番監督になりやすいんやろっていう、ああ、で考えたら、はい、パリーグは調べた限りで言うと、はい、あ、セリーグ、はい、あの高卒6人大卒11人、うん、社会人6人なの、はい、で大卒6人っていうのも、うん、あの昔は大学中退してプロ入りできたの、はい、だから、うん、あの近藤さんとか吉田さんは大学中退してプロ入りしてるから、うん、そのままいても大学卒業してできたと思うから、うん、そういう人たちは大学中退後すぐプロ入った人たちはもう大卒とみなしてるんですよ、はい、でも大学卒業とかね、この三原さんとかは、うん、なんかあの在学中結婚したらしくて、はい、で結婚したら、うん、なんかその時はなんかあのいい風潮じゃなかったらしくて、はい、中辞めなきゃいけなくて中退して、早稲田中退ってなってましたね、で全大阪入って、うん、その後巨人の契約第1号になってるんですよね。へー、だからそういう場合はあの中退しても社会人いた場合は社会人にしてるんですけど、はい、そしたら高卒6大卒11社会人6なんですよ。パリーグが高卒12、うん、大卒9社会人5、高卒が圧倒的に多いですよ、ね、でも両方足すと、はい、高卒が18、うん、大卒が20、うん、社会人11、まあ、そんな大差ないけどやっぱり大卒が一番監督になるね。多いですね。だからね、大卒で内野だったらサードかセカンド、はい、かピッチャー、はい、大卒で、そうですね、が名称になりやすいですね、うん、まあ、でも社会人出てる方も大学に行ってるわけじゃないですか。そう考えると、あ、違う、でも高校から社会人行ってる人もいるからね。そうですね、うんうん、だから大卒でピッチャー、はい、セカンドサードが名将になる方、はい、感じ、あ、名将になるかもしれない。多いですね、確率的に言えばね。原さんみたいな感じとかですね。そうそう、うん、原さん、うん、だから大卒で、星野さんも大卒か、明治ですね。星野さんも大卒、でもピッチャーですもんね、うん、だからピッチャーかサードセカンドだから、サードセカンドですね、うん、こっちだと昼間ヒルマン、はい、大卒でセカンド、はい、であとは岡田さん大卒でセカンド、長嶋さん、うん、鶴岡さんとかね、まあ、統計的に言えばね、はい、そういう感じで、って感じですけど、はい、まあでも内野多かったですね。そうですね、だからもう残念な、ちょっとキャッチャーが一番少なかったです。そうです、ね、っていうあの佐々木調べになりました。はい、キャッチャーは名称ではないかも、かもしんない、あ、過去の統計です、はい、未来は分かんないですけどね、はい、皆さんはどう思いますか？